六とは、主観している者に対し、その生活の死として給与された、金銭、物資あるいはその代替のこと。日本において整備された六の体系が登場したのは、大法律令、養老律令において、六令が制定され、貴族、官人への支給が行われて、以降のことである。直布とも称された、布子、伊六、末六が例で定められた基本的な六である。 直布と暗い六、末六はその身分の上下に応じて、死休に差があり、布古はそこから徴収されたその半分と幼鳥の全部が、風種に与えられ、暗い六や末六は、諸国から徴収された幼鳥を財源として、死休対象者に規定の物品が支給される仕組みとなっていた。また、暗い風、威六は、式辞、三位を問わず、身分のみに基づいて支給されたため、 両者を合わせて、法禄と称した。ただし、講義での法禄には末六などの他の六や遺伝、式伝のように伝辞の形式での支給詩人、事力緑のように人の形式での支給を含む場合もある。また、公費、公新に対しては、周宮の頭目陶宮雑用料更新時服及び後宮号六が支給されており、その支給形態は、不幸、異六、 末えと対応する。その他、両下に支給された禄もしくは後世に追加された禄として、諸子自腹、洋劇量月量馬量番上かで後回答などが挙げられる。日本の律両制のモデルとなった、中国の制度では、上からの恩恵である、賜物と、官人としての生活を支える給与である、ろは分離され、後者は、 官人としての奉仕に対する反対給付として、給付されるものと理解されていた。ところが、日本では、賜物との録の明確な分離はなされずに、王権朝廷に対する奉仕の代償として、上から与えられる恩恵とみなされ、暗い風、威力のように致死後も支給を停止、削減されずに終身与えられるろも存在した。また、末ろく、威を支給される際に、 天皇への謝意を示すために、玉室六儀が伴われるのも日本独自のシステムであった。暗い風は、慶雲三年から大道三年まで一時増額されて、いたが、財政難と共に元に戻され、十世紀初頭遅くても、延長年間には、他の福と共に、両生の三、四に削減されている。また、この時期には末六なども支給が滞ったり、地方の国画から集められた。 英党を代替品として支給して補う方法も取られた。陰性期に入ると、不幸制度は急速に崩壊し、代わって貴族が土地を私有化する荘園や、国士の地位を私物化する地業国制度が成立し、そこから上がる様々な収益をもって収入とするようになる。王法2年頃に、大城大臣、藤原惚道が二条天皇に献じた意見書。 大円樹秘書には、かつての神田地名は不幸を与えられ、設営などには、臨時の六も支給されていた。だが、今は、それがないため、荘園を持たなければ生活が成り立たないし、同様に治業国の制度があるのも不幸が支給されないからであるとして、荘園制リレーを進める朝廷の方針を批判している。その後、源頼朝が鎌倉幕府を開き、 廃家の御家人との間で御恩と奉公の関係を結び、御恩の中核として、所領安土や、新恩給与の形で土地の治療をあてがい、そこからの収益を給与とする仕組みを確立させた。こうした、武家社会の動きは貴族にも影響を与え、文英年間に、元大将大臣であった、特大寺佐根本が、御佐賀院に当てた、総上では、荘縁を貴族にとっての給与とみなし、 その保護こそが朝廷が、帝心に与えられる最大の、超音である主張した。こうして、配下に土地の治療を保障し、そこからの収益を給与として、上のものに使えるというあり方が中世において、確立されることになった。日本全国の土地が、幕藩体制の支配下に入る近世になると、法禄として将軍から大名及び旗本、御家人、 あるいは大名からその家臣に対し、国高制に基づいて土地あるいは倉前の形での、治療が与えられるようになる。後者の場合、名目上の治業法が認められて国高に目をかけた、額を、藩から倉前の形で支給される、倉前治業と実際の手っ取り額のみが明示される、倉前取りが存在し、両者を合わせて、放禄制とも称する。 もっとも、大名の家臣で土地を治療する、地方事業が許されたのは、上級家臣が多く、大名の土地支配の強化に伴って、蔵米を治療する、蔵米事業へと切り替えられ、さらに借り上げなどの措置が取られる場合もあった。なお、江戸幕府の旗本、御家人の場合には、地方事業と蔵米取りの2種類からなる、支給体系となっていた。17世紀中期以降、 武士階層の官僚化とともに、放禄制への切り替えも進展していったが、その反面、中世の間に所領を持たない者は、諸子、老頭、武家奉公人など一人前の武士ではないものとする意識が定着しており、地方事業から放禄制への移行には、必ずしも順調とは言えなかった。実際に事業に、多少の余裕があった江戸幕府の場合には、放禄制移行の流れに逆行して、 地方自家を行って蔵舞取りから地方事業に切り替えるという措置を取ることもあった。明治維新後、六の問題は国家的なものとなった。維新の功績者に対しては、焦点六と呼ばれる六が新たに支給されたが、これらが政府財政を圧迫することは明らかであった。反世法官還の直後である明治2年6月25日、旧藩主である地藩寺に対して、 原告高の10%を過録とするとともに、休暇診断の過録について、適宜改革を行うよう指令が下った。明治4年の廃藩置県後、政府は各地の過録を掌握する政策を続いて行い、明治6年12月27日に、過録の国への放還と、録に対する過録税の開始を布告した。明治九年八月十五日、労を廃止して、 金六交際を対象者に渡す金六交際証書発行条例の発令によって、六制度は全廃された。しかしこれら六制改革の混乱で、不当に六の支払いを差し止められたと訴える氏族や、旧卒族が多数存在し、出力処分の撤回を求めて運動を行った。この運動の結果、明治30年10月29日に、 過六証転読処分法が成立し、出録処分が正当であるということが宣言される。一方で、正当な支払いを受けなかった者に対して、保障の道が開かれることとなった。しかし請求が増加することを危惧した大倉省は、過六証転読処分法施行法の制定によって、支払い対象者を限定する動きに出た。このためまた六申請を行った訴えの大半が却下されたが、 その後も訴えの審理は継続された。昭和23年に、過労省転読処分法は廃止され、出録処分はこの時点で完全に終了した。ありがとうございます。